金子城は、伊予国新巨軍に存在した、戦国時代の日本の城である。なお、ここで、新居浜市内にある、他の城跡も記述する。新居浜市の金子城跡、幹部兵士村山島の流れを組み、武蔵区に入間軍近司教を治めていた金子氏の一族、金子広家が、県庁年間に所領であった、伊予国新巨軍に移住し、その地を金子と名付け、領地を広く見渡せる。 給領地の頂にしろを、金古城を築いた。その後戦国時代にかけて勢力を拡大し、新居軍は元より東隣の馬軍の実質的支配者として、伊予信仰を図ると左国の長祖壁も土地下と脇を結び領地を安堵された。天正十三年に、橋場秀吉が四国制覇に乗り出すと、その命を受けた毛利氏一族の小早川高景の大軍により攻め滅ぼされ、 楽300年以上にわたる歴史を閉じた。その後は再建されることなく、現在は展望台、あずまや遊具等が整備された木の宮公園として、市民の憩いの場となっている。昭和後期に、市のシンボルとして復元する構想が建てられたが、実際の金子城と異なり、江戸時代の様式の天使を要するものであったために、歴史研究家を中心に批判が相次ぎ難航し、 自然消滅的に復元構造はなくなった。金子城跡は昭和53年4月6日、新居浜市史跡に指定された。所在地、愛媛県新居浜市滝の宮町地図新居浜市郷の城下郷の近く、国領側のあぜにある標高84.1メートルの豪山と呼ばれる山上にあった。ふもとには岡崎城主藤田山城上の祈願所であった。 薬師堂があり中原にはほこ全神社がある。神社の向かって右から上がると、石槌大臣の石碑のある段があり、そこから階段状に二の丸三の丸となっていたと思われる段が数段あり、山頂に本丸だったと思われる段は平らで十分な広さがあり、木々の間から新居浜市街が望める。山頂の南側と東側は切れ落ち、麓には大岩が流れ溶害堅固になっている。 新居浜市の史跡に昭和53年4月6日指定されている。所在地、愛媛県新居浜市豪地図新居浜市新田町で、麓の山根公園から15分上り煙突山から、第三石神社奥ぐへ、さらに20分ほど東へ上ると尾根に出て、幾く子山城跡の建札がある。左に20メートル進むと、標高280.1メートルの新居浜平野と、 日内灘を一望できる三原支所に至る。右に行くと鉄塔があり、その背後の山に急坂をよじ登り標高300.3メートル板の本の三角点がある地点に上がると平らになっていて、中央に千樹観音、地蔵菩薩、上主大明神の石仏を祀っている。三原支所地点が天正の神に小早川高陰に攻められ落城した。 松木三河守安村の松木市力代の本丸か、三角点地点が本丸かは定かでない。三原支所地点の直前の道は険しい上に、北東南の三方向は切れ落ちた地形で、要害堅語である。所在地、愛媛県新浜下根川町地図。ありがとうございます。